こんばんは、おはようございます。まみチャンネルの時間でございます。今日は獅子のごとくをしていきたいと思います。獅子のごとくなんですが、今日は、小生降臨訪問ガチャ榊原康政さんを見ていきたいと思います。はい、統率部署ですね。ベースがプラス 40%、 障壁作用するダメージプラス 5%ということで、特になんか何の編集でも使える感じですね。基本的に騎兵とかそういう縛りはなさそうです。はい、結構スキル 8% 専用武器取ると上がるのいいね。はい、で守護霊なんですが、敵の元ダメージを低減させる低減値は前回5センチの、障壁を受けたダメージの弓編を帯同時追加で元ダメージプラス 10%、 歩兵を帯同してたらマイナス 12% なので、まあ、弓か歩兵に入れたい感じですね。はい、徳川家の武将ですね。はい、普通に有名な武将の一人ですね。10連目、なんか音がないね。ガチャのさ、20連目シャラララランって音入ってなくない？なんかバグってる。40連、50連、60連、70連。最近さ、天玉、外れの天玉がないからさ、枯渇してるんですよ。100連、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200、210、これ天井いくんちゃうか、220、230、天井で、天井できましたね。天井で外れなくてよかったわ。天井だったらもう当たって撤退したい。あ、まあでも、天井でも外れてすぐ出るならね、次いいんだけど。次も天井よりかはまあまあいいかな。はい。230連なんですけど、最初に毎日のちょっと割引とか、無料分引いてちょっとキリのいい数字にしてるので、天井いくらだっけ ?260 とかだっけ ?250 とか。そこら辺で取ったって感じですね。とりあえず1段階目の天井で来ましたと。よかった。守護霊も買います。はい、守護霊もね、大事だから。でですね、はい、という感じで、まさかの今回も天玉が来ないという事態になりましたが、まあ無事引けたのでよかったです。天玉がマジなくて、なんか天玉余ってた時はさ、毎日料金で売ってるじゃないですか。10個1000料金で買ってなかったんですけど、最近毎日買ってます。足りなくて。そんな感じですね。はい、で、まあ味方も終わり、次手取りということで、手取りに備えて頑張っていきたいと思います。はい、で、マミクエなんですけど、ぜひ移転して一緒に戦ってくれる人を募集しているので、よろしくお願いします。移転してみたいとか、ちょっと興味あるなっていう方は、概要欄にこっちに連絡してねっていうところ書いておくので、よろしくお願いします。はい、ということで、今日のコーデになります。今日のコーデは GU で発売した、ポケモンとのコラボのパジャマになってます。可愛くないこれ、ピカチュウ。ポケモンっていうか、なんかポケピースっていうシリーズなんですけど、なんかちょっとピカチュウとかがデフォルメされてて可愛いですよね。はい、こんな感じです。今日はね、ここが可愛いからぬいぐるみをね、用意してたんだけど、ここ見せたいから一緒に持ってなかったです。はい、ぬいぐるみと一緒に、最後は釣りたいので、ぬいぐるみと最後のご挨拶したいと思います。というわけで、今日もご視聴ありがとうございました。よかったら YouTube チャンネル登録、 Twitter のフォローぜひ
よろしくお願いします。この動画が少しでもいいなと思ってくれた方は、グッドボタンぜひよろしくお願いします。では今日もご視聴ありがとうございました。お会いしましょう。バイバイ。 バイバイ。